ゆっくり食べとくんでなくなっちゃった。味噌汁笑顔。なんなんこれ。風貌。はい、おはようございます。味噌汁笑顔のようです。今日は、新穂高温泉に来ております。今日から2泊3日で、初日の今日が槍ヶ岳まで行きまして、2日目がすごろくにテントを構えて、三ツ俣蓮華バシバあたりまで行けたらなと思います。ちょっとその辺は天気とか体力見ながら行きます。地元の友達と3人で登る予定だったんですけど、1人がね来れなくなっちゃって、今日は2人で登って明日もう1人合流するっていう流れです。まあ、そんな感じで楽しんでいきます。結構眠たいです。5時40分、新穂高温泉出発です。ここからなんて右股っていうんですかね、右股、右股林道、どっちかわかんないですけど、そっちから、槍ヶ岳の方に向かいます。滝谷避難小屋、槍平小屋、千畳沢分岐、飛騨の越し、槍ヶ岳っていう感じで行きます。初槍ヶ岳楽しんでいきたいと思います。じゃあ行ってきます。はい、6時25分穂高平小屋到着です。ひたすら林道です、今のところ。5時半スタートしてね。5時40分スタート。まだ1時間もあるね。あれてん、なんかその槍行くのって話してたら、この間行かなくて、その結構差はまたあるの大変ですよ。あれ多分この部分行かないでするって言ったら多分これや。はい、8時7分滝谷避難小屋到着です。よりもうちょいで槍平小屋です。ここまでは結構単調な浮き石を気にしながら
登るルートでした。がっつり標高上げる感じじゃないんで、そこまで塀しかしてんやそこまでね、こう息がゼーゼーなる感じではないんですけど、まあ、じわじわしんどいです。小屋見えてきました。小屋着いたら20分ぐらい休憩します。槍平小屋。うわ、CCM も飲みたいな。どこ座る？ええ顔して。撮ってない？撮ってる？え、じゃあええ顔写真。ええ顔ってない。はい、ひたすらダラダラした登りで、なんともしんどいです。景色があったらね、まだ気も紛れるんでしょうけど、ひたすらに不規則な階段を膝が90度曲がるような高さで淡々と登らされてるような、登らされてるというか登りに来てるんですけど、そんな感じの登りになってます。さっきまで元気やった一歩くんもご覧の通りおとなしくなってます。いや、めちゃめちゃ元気オペラ歌える。さっきからもう定期的にラムネしか食べてへんよ元気やったらオペラ歌えるって何なんすか。元気やったらオペラ歌えるっていう元気の代名詞がオペラみたいなええやん、見えてきた。はい、10時29分千畳沢分岐到着です。いや、疲れた。すごい、救急箱ある。ヘッドランプ、ビニールテープ、非常食、水、電池、過去炭酸、炭酸、靴のソール剥がれは修理後必ず下山する。すごい、綺麗にガスってます、うん、ちょっと気持ちが上がりきらないですが、こっちの方から飛騨の越の方までとりあえず向かいます。真っ白です。晴れてほしいな。初めての槍やで。はい、11時51分飛騨の越到着です。いや、なかなかでした。ふくらはぎに効く登りでしたね。ここは飛騨の越。サブ。じゃあ
出るわ。サブが出てるわ。サブ。はい、12時8分槍ヶ岳山荘 DJR 貼ってある。じゃあ受付してご飯食べたんでテント設営行きます。30と30、絶対30がいいな。ちょ、ほんまじゃんけんやで。あかんで、ほんまオークションする。ちょ、あかんって、ほんまそれはほんまこれはほんまに全然違うやん。ほんまに寒いね、頼むわ。さっき着替えろ、とりあえずテントとかじゃなくて。じゃ俺のだってさ、エクサでかいからさ、これさ、大きいねんて、マジで。いやいや、俺のと変わらんて。俺のがでかい、俺二人用やもん。俺嘘つけ、ほんまやて。じゃんけんや、それは。一旦、ズボン履いていい？いいよ。これサブ500円で手を打たれました。500円で買ったこっちや。安い男やもん。ここちょっとなんか絶妙やな、ほんま。絶対風当たりやもん。なかなか風強いですね。サイカさん、もらいました。あと僕もお土産いただきましたありがとうございます。イラストまで描いてもらいました。あっちも何か描いてあるんですか？知らんから、何も知らんからクッキーとコーヒーしか入れてそうそう何人で来るかも分からなくて、そうそう、すいません、急に。明日の朝、明日の朝、うん、昼過ぎてから結構。いつからっす？いつからだろう。こっちの目だこ。嘘。めっちゃ美味しいっすよ。美味しい。今日食べます？いや、ちょっと娘が食べたいかどうか聞いてきます。あ、なんか数量限定なんですよね。ゆっくり食べとくんで、なくなっちゃう。すごいね、ここまで来て。
プリン食べたでびっくりされる、うん、ちゃんとしてるわ、ほんまちゃんとしてる、うん、多分普通に下で売ってても500円ぐらいの感じの、それでいくらなんですか、500円500円うまいっすね、米丼すごいね、それは、うん、すごい、美味しい、こんだけ登ってきても500円、確かに明日スゴロクの方行って、うん、ブラブラして明後日に降りるぐらいの、まあ、山岳部かなんか、いや全然地元の友達で、彼女はここで働いてる、働いてるすごいな、今休憩中で友達が来てくれてるんで降りないの一回も、休暇の時にまあ、降りる人は降りるって感じです、うん、降りない人はもうなんかもうその辺の山縦走したりとか、うん、あもう山めっちゃ好きなんですね、山そうです、でも降りるらしいですよいやでも絶対降りとなるわ、もう山とかええわってなりそう、俺も絶対多分降りると思う、とりあえずマクド行ってるかもしれない、うん、あの、わかります、 Wi-Fi とジャンキーがWi-Fi が欲しい従業員はお風呂も入れるわけだ、いや、毎日は無理なの、大変なんですよね確かに、女性も男性も一緒ですか、その一緒です、うん、水が貴重な、いやまあそうですよね、3日に1回とかですか、マジですか、結構そんなに汗かかん、いやでもうわーってのが入っちゃうもん発狂しながら確かにな、1週間風呂入らんかったらめっちゃ気持ちいい、めっちゃ気持ちやろ、うん、ロゴさんとかあでも八ヶ岳来るらしい、マジですか、あそうさっきなんか LINE でりょうくんそのまま八ヶ岳おいでよって言ってました、あでもまだ超えてへん人結構いる、あ上手ありがとうございます。